最近のゲームはつまらない。子供の時と大人の時の新鮮度が違う。ボリュームが無駄に多く洗練されていない。皆さん最近のゲームってつまらないですか？どうも皆さんこんにちは、キャベツです。最近のゲームつまらないという言葉、最近よく目にしたり耳にしませんか？実際私キャベツも面白いかどうかは別として、面白そうだなと思って買っても30分くらいプレイしてやめることが多くなってきました。解雇中というネットスラングがあるように、単に昔のゲームに思い入れがあるという考えが根本にあったまま大人になったからか、他に楽しめる娯楽の方が楽しめると思ってしまうからなのか、そもそもゲームに対する熱量がなくなってしまったのでしょうか。今回は今のゲームは本当にゲームがつまらなくなったのか、いろいろ考えていきたいと思います。価値観の変化。お前はうんこで笑えるか。まず根本的な話題から始めたいと思います。突然ですけど皆さん、子供の時ってうんこでも爆笑できませんでしたか？まあ今でもうんこで笑えるっちゃ笑えますけど、今うんこで笑おうと思ったら結構質の高いうんこでなければ爆笑まではいきませんよね。それがなぜなのか。個人的な会見では、子供の頃の我々の脳には情報というものが今に比べて圧倒的に少なく、新しいものを常に受け入れて知識というものが全て新鮮でした。故に情報のない頭に向けてうんこという究極で低クオリティの笑いを投げ込まれても何の疑いもなく笑えたんですよね。しかし今はどうですか？うんこを投げられただけじゃ笑えない。シンプルなものに既視感を覚えて、これ前も笑った的な重複効果で笑えず、さらにクオリティの高いうんこを求めるんですね。つまり今まで経験したことはつまらないという感情になる傾向が高いと言えます。彼女彼氏とデートする時もそうでしょう。前行ったからここはやめとこかとか、基本新しいことを求めるのが人間注文です。これはゲームにも聞かえることができる。今プレイしたらシンプルすぎるし、ストーリーも普通すぎると思ってしまいそうなゲームであっても、頭がスカスカのヤングボーイであれば何をするにしても新鮮。スライム倒すのも新鮮やし、武器を強化するのも楽しすぎる。なんならドット絵のヒロインがちょっと露出多めなら、男子は下半身に手が伸びたことでしょう。想像力が豊かで、新しく見たこともない世界を見れば、それが今どんなクソゲーだと思ってしまうようなゲームでも子供心には響くものです。実際荒があってもそれもゲームの一部と思ってしまうし、ゲームをプレイすること自体が楽しかったんですね。今日買ってきたゲームを1日でクリアすることも絶やすい。ゲームしすぎてトイレに行くタイミングで立ちくらみするっていう経験、あれはゲーマーの想像力を高めるための賜物ですよ。一方で大人、もう言うまでもありませんよね。大人になるにつれてというよりは、年齢を重ねるごとにつれて、人は知識を得て現実を知り、空想がやはり空想の世界だと知ってしまい、悪く言えば現実的にもなります。スカスカだったのはある程度の知識が収まり、新しい何かを見る機会が減っていきますよね。世界で様々な技術が発表されては改良を重ねる、これはいいことですが、ゲーム業界はそうもいきません。ゲームハードは定期的に進化しますが、ゲームそのものが進化するポイントっていうのは割と多くありません。まあ代表的な進化で言えばグラフィック面でしょうかね。しかしゲームの内容自体は多少の技術進歩によるゲーム表現や操作性以外を除けば、ほとんどが昔のゲームと一緒なんですよね。つまり根本的にゲームが進化しているとは言い難いのではないでしょうか。外観だけ変わって中身が変わっていない。見た目が良くても中身が一緒なら、新鮮さというものはそれほど多くはありません。楽しいという感情において新鮮さというのは結構重要です。ましてや体感型の娯楽ではなく、ほぼ視覚的で感情的な娯楽ですから、大人になった今、様々なゲームや創作物を目にして、己の図書館に刻んだ知識と同じ情報を得ても、またこういう経験よ、となるわけですね。イコールつまらないという極論に至る人も少なくない。想像力が発展途上の子供という媒体に新たな知識を入れれば、その媒体は凄まじい成長を見せますが、想像力がほぼ完成された大人という媒体に、新しい知識を入れて成長させるのは結構難しいです。そもそも新しい何かを作る人を作ること自体が難しいからですね。まあ、この辺って難しいですよね。ゲームで言えばゲームジャンルっていうものはほぼ確立されていますし、ストーリー性においてもこの世には無数のストーリーを持った娯楽があるので、幾億もある既存の娯楽から全くかけ離れた何かを生むのって難しいんですよ。だから最近のゲームって今までと同じようなゲームの操作性で同じような世界観でっていうね、 90% ぐらいのゲームっていうのは今までのゲームを足し算したようなゲームばっかりです。しかも何より立ちが悪いのは、既存のものがある限り今まで失敗したものと成功したものを見分けていいものだけを詰め合わせることもできるという点。まあ極論を言えば、情報が多すぎるあまり新しいことを考えることを放棄してしまう人が多いです。それがゲームにもつながる。まあ逆に言えば、新しいものを作って消費者にリリースしたところで、開発側としてはそれがどれだけ受けるのかも定かではない。しかもゲームプレイヤーってネットでは無駄に高圧的な態度を取るし、最近では炎上ばっかりを扱うインフルエンサーも増えてるので、新しいことに挑戦していることをまず称賛した後でゲームのアラを指摘すればええのに、アラだけを指摘してそのゲームの全てがダメという風にルフする事例もあるため、開発側もなかなか新しいことに踏み出せないという傾向はあると思います。そのため大人という愚かな生物は、今のゲーム自体が根本的に変わっちゃいないのに、昔のゲームは良かった、今のゲーム
はつまらないという考えを持ってしまいます。まあよくよく考えてみてください。確かに技術が進歩してゲームも多少作りやすくはなってますし、その分クソゲーが量産されているのも事実ですが、ゲームの根本は昔とほとんど変わっちゃいないです。ただプレイヤーが成長して新しいを体験できないから面白いというポイントが少なくなってきてしまっているということですね。まあこの件に関してはどうしようもないかと思います。ゲームが自由になりすぎている。最近量産されているオープンワールド、だいたいどこにでも行けるのが売りですよね。私キャベツ的にもオープンワールド大好き。この大体のAAAタイトルなんかはオープンワールドが主流になってくるんじゃないかなって思ってます。っていうかなってますよね。ただわかりませんよ、わかりませんけど、オープンワールドとオープンワールドじゃないゲームの内容を天秤に測れば多分ほぼ変わらない質量だと思うんですよ。というのもオープンワールドって主人公がスタート地点からだいたいどこでも行けて、リアルな世界で人を襲ったり盗んだり破壊したりできますけど、それ以外にオープンワールドってゲームに実装する何か特別な理由って特にないと思うんですよ。そもそも広大なマップに降り立つこと自体が楽しいですが、プレイしていればほとんどのゲームは目的の場所を指定されてそこに向かってクリア、また他の場所を指定されてそこに向かってクリアの繰り返しですよね。しかもオープンワールド型のゲームのマップって何かある場所以外はただの森やら砂漠やら、ただ自然の地形を表現しているだけで何もないっていうことの方が多いですよね。結局移動がめんどくさいからファストトラベルを使って楽な方向に行くのがオチです。移動ができていろんなことができるのはもちろん楽しいですが、そのゲームの自体の面白さを消化させているゲームって少なくないですか。ただできることを増やすイコールゲームが面白いというのはまた違うと思うんですよ。くしゃみ出そうなんでちょっと、ういそれは通行人の女の子にちょっかいかけたりもっと入れて裸にするのは楽しいですが、ゲーム自体が面白いわけではないです。ただ女の子の服を脱がすのが楽しいだけですよ。ゲームとしての面白さの内容量を定量化すればオープンワールドとじゃないゲームを測ってもおそらくトントンか、なんならじゃないゲームの方が上回っている可能性も少なくないはずです。ここが本題なんですが、何でもできるオープンワールドといってもメニューを開けばマップに目的地が記されるし、なんなら難易度も変えられる。これってもう何でもできる世界やけど、開発側の優しさで全ての動きを操られていませんか。最近は脳が弱い人も増えてきたので、ゲームが難しすぎるやら不親切やらを嘆く人たちが増えたんで、謎に配慮されたシステムがやたら増えたはいいものの、自分で考えて自分の意思でゲーム内を探索したり動くことがなくなってきています。技術が進歩したことで若いゲーマーたちに考えるという行為を剥奪しているとも言えますね。まあそりゃ脳が弱った大人ができるはずですよ。昔のゲームは技術が今よりも発展していなかったっていうこともあるでしょうが、不親切極まりないと言えるほどにゲームの方向性が分からず、ただ探索して何かを見つけるっていうことが多かったんですよね。ただただ探検して絶対これ俺しか見つけてねえだろっていう何かを見つけて喜ぶことができたんですけど、なのでその点今のゲームは便利になって自由になったがゆえの不自由さというものは実は表面上に出てんじゃないでしょうか。オープンワールドでクエストが多くてそのプレイなんと72時間、でも実は世界中に散らばっているクエストがほとんど同じ内容。バカ野郎、量を増やせばいいっていうもんじゃないですよね。そりゃ作業ゲーという言葉も出てきますわ。オープンワールドが悪いとは言っていません。オープンワールドにするならそれ相応の理由がなければ絶対面白いゲームにはならないです。そもそもゲームを既存の技術やアイデアを足し算することしかできないんですから、ある程度いいものは取り入れつつも、そのゲームにとって無駄なものは引き算として引いていくべきだと思います。何でもできるっていうことが面白いわけではない。他の娯楽が増えた、これ絶対あると思います。皆さんが今見ている YouTube、 なぜあなたは今 YouTube を見えているのか。映像を見るのが目的ならまあテレビありますよね。でも今の若者ってテレビを見る機会が本当に少なくなりました。私キャベツも事実は20代なんですが、家にゲーム用のモニターはありますがテレビはありません。なぜかというとテレビよりネットや YouTube 見てた方が面白いからですね。まあ、これに限ります。昔は学校に行けばドラマやらアニメ、バラエティの話で盛り上がってましたけど、今はどうなんですか。もう学生じゃないんでわからないんですけど、あらかた YouTuber やコアなとこ行けば VTuber、 まあ TikTok とか、昔に比べればネット関係の話題が多くなっているんじゃないかなと思います。しかも極めつきはゲームもスマホでできるときた。まあよくよく考えてみればテレビゲームも携帯機ゲームもゲーム機本体とソフトを買わないとプレイできませんからね。しかもそういう据え置きゲームや携帯機ゲーム、我ら人類の行動力をなくしているじゃないですか。プレイするときってほぼ家とかやけど、一方でスマホゲームって外で気軽に遊べるし、何よりスマホなんでいつでも持ち歩いてるから、ほとんどいつでもゲームプレイできますよ。しかもほぼ無料、もう勝ち目なくないですか。それでも据え置きのゲームは面白いですが、現代のターゲット層は昔に比べるとスマホゲームに流れていっているという傾向にはあると思います。そうなると相対的にゲームの興味と楽しさが低下しているようにも思います。この件が今代の題材につながるかは分かりませんが、少なくとも昔ゲーマーやったけどスマホゲームユーザーに移り変わった人が最近のゲームをプレイしてもスマホゲーとのギャップでなんかつまらんなと思ってしまうことはあるんじゃないでしょうか。なぜならスマホの方が便利でいろんなゲームが無料でできるから。
この辺どうなんでしょうか。私キャベツ、スマホゲーは最近数年ぶりにニーアリンカーネーションっていうものをプレイしてみただけなので、実際どうなのかは分かりませんが、客観的な推測を立てるのは割とこういうこともあると思います。ぜひ視聴者の皆さんにはコメントしていただきたい。まあいろいろ言いましたが、最近のゲームがつまらないと思ってしまう理由、それは年を取ったから他に娯楽が増えたみたいな感じじゃないでしょうか。実際僕も昔に比べてゲームに没入する感覚は正直皆無になりました。なぜなんでしょうか。多分これも年を取ったからなんでしょうかね。こっから新しいゲームは出るんでしょうか。気になります。デスストみたいな新しいことにチャレンジするゲームが増えればいいなと個人的には思ってますが、難しいんでしょうね。皆さん今回の動画見てどう思われたでしょうか。ぜひ最近のゲームの面白さについてコメントいただけると幸いです。お願いします。じゃあこの動画よかったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターなんかもやってるんで登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。